夕飯のカット、あ、夕飯にはちょっとな、同情心がたくさんありますよ。クソデカ同情心。主様、私もそこまで白状者じゃないからね。おいで夕飯ちゃん、団長は許さないけど、あなたは聖域でみそぎを払って我が元に来なさい。主様どうぞ、ここでサルディスケと合流予定です。あ、大丈夫です、間に合ってます。発注してないんだよサルディスケ。大丈夫大丈夫、もう大丈夫で帰ってもらっていいですよ。私たちの主として顔合わせをお願いします。うわ、嫌味 PK 戦が始まる。わかった。ん、まだサルディスケは来てないようですね。遅いな、私の七色に光るゲーミング G ショックがうずうずしてるよ。早く来いって。 G ショック、大丈夫、楽しいか君、今暇だよね。たく、サルディスケのやつら急に同行を申し出るなんて。あ、ロノッティじゃん、なんで。あ、すぐさまテイクアウトの商品を用意できるようにってこと。さすがだな、3秒で着くウーバーイーツ。はあ、しかも俺たちの援助だとふざけてるな。あ、ボスッキーもいるじゃん。ボスッキーはなんで、ま、いざ私が片手で取れた時にすぐに片手を取り付けられるようにいてくれてるのかな。俺たちが援助の間違いだな。あ、その通りだと思う。本当に矛盾っていうか、もはや本末転倒だよねこれ。ん、ロノ、ボスキー、なんでお前たちまで来てんだ。あれ、なんで、ロノッティとボスキーはウィズビーだから仕方ないじゃん。ブルゾン、ハウレス、馬車に乗ってていいぞ。あ、ハウレス冷たいね、まるでこの雪だね。舐めてみようと。サルディスケの連中が主様に失礼な態度を取るんじゃないかと思ってさ。でも雪は一回舐めたことあるよね。ああ、最初に威圧しておくのが大事だろ。誰しもがあると思う、雪は最初に舐めるって。ああ、確かに威圧しとくか。ガー、はあ、心配してくれてありがとう。やれやれ、はあ、子供の喧嘩じゃないんだぞ。でもみんな2分の1すれば年齢は子供になるんじゃない。それにしてもあいつらは毎回毎回首を突っ込んできやがって。首を突っ込まないでもらおうか。突っ込むのはその足についた靴下の穴だけにしてもらおうか。はあ、まあいつもの内政干渉ですよ。わー、出たよ。内政干渉って戦争起こるきっかけになるんじゃないの。まあこちら側が優しいからそれにつけ込んでって感じか。ずる賢いね。グロバナーキの偵察隊と同様に。いやだな、偵察隊って何しに来てんだよ。マリパでもしてきてんの、サルディスケ。サルディスケの正体も護衛するようにとフィンレイ様からの命令です。え、フィンレイ様は何考えてるんだろう。え、フィンレイ様の命令は無視しちゃいけないんだよね、絶対に。はあ、援助に来た連中を護衛するのか、意味不明だな。ね、本当に護衛隊としてのレッテルがものすごい傷つくと思うよ。はあ、はあ、文句を言うのはそこまでだ。でもな、まだ不満あるよ。ここからの文句はどこに吐き出せばいいの。そうね、ここからの文句はこのボイスレコーダーに行って後で裁判所に提出してね。わかりました。ふむ、しかしもう待ち合わせの時間だが。あ、遅刻か。1分の遅刻も許さないぞ私は。おや、どうやら到着したようですね。1分遅れるごとにあなたのスマホのボタンが壊れてく、一つずつ。ザザザ、うん、はい。あ、夕飯だ。なんで遅かったの。今回は遠征に同行いたします悪魔羊の皆様。え、なんで遅かったの夕飯。なんかある、弁明。もう、お、お前は夕飯。夕飯ですよ。お久しぶりですロノさん。おー、気まずいのかな。
ロノッティとユーハンは。ここからは賢者のタワムライ放送局がお送りします。お久しぶりです、ロノさん。ユーハン、こっちおいでよ。日に日にストレスで眉毛短くなってるじゃん。もうおいで、なくなっちゃうよ眉毛。申し訳ございません。その説はご迷惑をおかけしました。悪魔執事の主。いやー、ユーハンは悪くない。あなたは悪くない。ほら、だって赤と黒でせみぎ合ってるじゃん、服の色も。これは対立した二極の中間地点にいることを表してるね、ユーハンちゃんが。ジェノサイドかヒーローサイドかの二択。黒がジェノサイド、赤がヒーローサイド。おい、お前この間俺たちを裏切ったやつだよな、ボスッキー。そうだよ、裏切ったけど、あれはユーハンちゃんの仕業じゃない。どの面下げてここに来た。いや、ボスッキーの気持ちもわかるけど、そうなるよね、普通。だって裏切られたんだもん、死にそうになったんだもん。ボスキさん。お、ボスティンビーバー、新しい服着てるな。紫似合ってる。へえ、それもフルーレが決めたの、色は。それについてはもういいんだ、ボスキさん。え、なんか話し合いあった？バスティン。うん、バスティン、どういうことだ？あ、ボスッキー、どういうことだろうね。ファーファー、サンマさん、アクセサリーがついてるね。この、首元あたりに。このファーいいよね。実は以前、サーカス団に潜入した時の依頼で。サーカス団に潜入した時の依頼？何の話？はい。ユーハンさんと私たちは一度お会いしてるんです。どこで？夢で？いつの日にか王子様があなたの胸元に北海道を当てに来る。そうだったね。そうだったの？いや、知らないんだけど私。こんな話あった？あー、なんかイベントとかかな。そこで謝罪をしていただきました。あ、そうなんだ。どういう謝罪だろう。土下ね、パキスタン謝罪とか海外の謝罪でさ、なんかあるよね、たまに。土下ねの謝罪がこの日本でいう土下座の謝罪っていうの。そうですね。どうやらユーハンさん自身もあの計画は知らなかったそうです。あー、無知あるところに犯罪あり。本当にご迷惑をおかけしました。悪くないよ、君は。悪くないけど怒っとくね。ダメでしょ、ダメでしょ、ユーハンちゃんも。ストレスで眉毛抜けてきてる。私自身、騙されてたとはいえ、あの計画に協力した形になってしまって。まあねえ、気づけって、でも何でも気づけるわけじゃないからね、人間って。お前は何なんだって話だよね。そんなこと言ってくる人は、全部気づけって言ってくる人は。申し訳ございません。本当に申し訳ありません。うん、はめられた一人だからね。はめのユーハン。そうだな。顔を上げてくれ、ユーハン。一度謝罪は受け入れてる。ちゃんと謝ったんでしょ。ごめんなさいって。まあここは男らしく許そうじゃないか。ああ、これ以上は謝らなくてもいい。バスティンビーバーは死にかけ、ロノッティも死にかけ、大変な目に遭った。許そうじゃないか。でもいや、他の執事の方には謝罪をしていません。あ、そうなんだ。はい、直接謝罪をするのが礼儀だと思います。確かにね。なんか持ってきてないの、お土産。改めて A5 ランクの牛肉持ってきてないの。サルディスケの人間として謝罪いたします。サルディスケを背負っちゃったね、ユーハンちゃん。やめといた方がいいんじゃない？こんなこと私が申し上げるのもおかしいですが、はい。私は悪魔執事の皆様を尊敬しております。尊敬してるの？すごい、サルディスケでこれ言うってなかなかの勇気だよ。はい、世界を救い守っているのはあなた方です。第一次面接最強の執事。
それなのに我が投手ときたら、そうだよね、顔はいいけど性格悪いってもう典型的なイケメンみたいなイメージあるけど、そんなことないよね。本当に無礼なことをしてしまいました。いやもうなんとか言って、出てこないの？ズーム会議でもいいから出てこいよ投手。ち勝手にしろ。あ、ボスッキー怒ってる。でもね、これ許せない気持ちもわかるよ。だってやられたことは許せないって、いや、夕飯が悪いとか夕飯ちゃんが悪いとか言うわけじゃなくて、もうその行為が許せないから、そっちにヘイトが向いちゃってもおかしくないよねっていう感じもするね。確かに。ザザザ、うん、帰った。ヒヒ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 、主様が馬車になったぞ。ボスッキー君、ボスッキー君怒ってたね。ね、申し訳ありません。羊が失礼をしてしまい申し訳ありません、ユーハンさん。ベリアン、まあ確かにそうなんだけど、もう、まあ、そうだね。だって仲を深めようの回だからね、これは。ベリアンさん、レッツ凍結クラブだからね。いえ、気になさらないでください。あ、ユーハンちゃん、彼が全部背負っちゃうのは本当、吹雪って最低ね。私も簡単に謝罪が受け入れられるとは思っておりません。あー、賢いな、ゆうはんちゃんは。分かってんだね、その辺。はい。むしろ長い時間をかけてしっかり謝罪をしなくてはと思っております。あー、でも自分の責任にできるってすごいね、これ。すべてを背負って。でも。まあでも、サルジスケのやつがゆうはんでよかったな。確かに。だね。またムカつくやつが来たらどうしようかと思ったぜ。ホットドッグに吹雪の人肉挟むところだった。それは良かったです。おお。うん、なんかポメラニアン感すごいな。あの、とにかく今回は邪魔にならないようにしております。あ、でも部下たちは分からなくない？連れてきた正体も私の直属の部下たちです。信頼できるの、その人たちは？彼らは私の家族も同然、信用できる連中ですので。あ、そうなんだ、疑似家族っていうか。前回のような不穏な計りをすることはありませんので、ご安心ください。あー、大丈夫なんだね。まあ一応抜け道的な穴は掘っとくけど。おい、抜け穉っていうの？いざね、謀反を起こされた時に、こっから目的地まで長い間シャベル持って掘ってくれ。夕飯と言ったか、前回はお前もサルディスケに騙されていたんだよな。そうだよ、うん、恥ずかしながらそうです。騙されてたのか。そうだね、うん、今回は特に重要な任務だ。それに大量の天使に襲われる可能性も高い。お、何？厳しいこと言うの？ビシンと言ったれ。静かにしていれば俺たちは護衛するが。ああ、怪しい動きをした場合はすぐに切り捨てさせてもらうからな。ああ、まあこれは承知の上じゃない？さすがに守れないからね。はい、もちろんです。お邪魔にならないように努めます。まあこのことがきっかけで戦争を起こすこともあるかもしれないけど。では、それではよろしくお願いします、悪魔羊の主様。はーい。ああ、はい。その後しばらくして俺たちは雪をむしった7番の塔に向けて出発したのだった。おお、出発進行。気が合う3人。セサミストリートのエルモ、クッキーモンスター、首が異様に長い黄色い鶏を思い出すな。7番の塔への道中、馬を休ませるため休憩していた。馬さんってさ、実際馬車引いた状態でどのぐらい持つんだろうね。3キロとか走れるのかな。で、強風も吹いてる状態でしょ。どのぐらい持つんだろう。馬さんの限界が知らないからさ、馬さんの生態に詳しい方、見解を待ってます。大変だよね。なんで馬に馬車を引かせようと思ったんだろう、最初の人は。ヒュー、あ、ジャックマンの風、ウルバリンの風とも言う12億の風、私が勝手にヒュージャックマンの年収だと思ってる額。エクジェン、やっぱりここら辺は寒いですね。ムーサー、体温管理を毛皮でしてるのに、そのモコモコのフードがついたジャケットを着てるから過剰に暖かくしちゃってるんじゃない？汗かいてるんじゃないの、それ。
主様？大丈夫ですか？主様。いや、私は大丈夫だけど、いざとなったら中入るし。寒いんだったら中入りな。今馬さんが馬車の中で休憩してるのかな、もしかして喫煙中。少し寒いけど大丈夫だよ、少しも寒くないわ。ふう。ザザ、え、何？まさか馬が逃げちゃった？主様。あ、違った、退職届出して逃げたのかと思った。主様、このブランケットを使ってくれ。あ、バスティンビーバー、ブランケットいいの？じゃあ床に引いて、坂をこのブランケットを反り代わりにして滑ろう。地を這うホーリーニューワールド、見せてあげ。ありがとうバスティン、優しいな。ああバスティンビーバー、あと温かいスープを持ってきた、体が温まると思うぞ。え、コンソメスープ？これさ、温かいスープを氷張ってるところに落として氷を溶かせばワカサギ釣りできそう。いや無理か、量が少なすぎるか。くんくん、いい匂いですね。まあ何のスープかわからないけど、あったかいスープなんだろうね。あったかいんだから。ムー、ムーの分も持ってきたぞ。うさじで猫が食べていい食材しか入っていない。優しいバスティンビーバー、なんか明るくなったね。バスティンビーバー、今まではクラスの窓際の3列目ぐらいの隅っこにいるキャラだったのに、今は先生の教卓の横で正座してるキャラになったもんね。それぐらい明るくなった。ありがとうございます。ありがとうございますバスティンさん。ねえ、あれ星の愛の目になってるじゃん、転生かなこれ、元アイドル。優しすぎますねえ。優しいね、確かに。その温かさでこの氷を溶かしてくれよ。大げさだなムーは。バスティンビーバー、バスティン少し明るくなったね。うん、俺が明るくなった、明るくなったねバスティンビーバー。やっぱあの時から少し心境の変化があったのかな。しかし、そうだろうか、自分では変わったとは思わないが。あー、じゃあ自然とそうしてるってことね。いいじゃん、いい傾向ですよ。はい、改善に向かっています今。確かに前よりも少し表情が明るくなった気がします。表情が明るいっていうか、なんかこんなポップな会話できなかったよね今まで、スープあげるとか。なるほど、そうか、複数人がそう思うならそうなんだろうな。あ、自分では本当に気づいてないんだね。何か変化があったの？うん、ふむ、そうだな。あ、視線そらしてる、また隠し事？ああ、あったと思う。何？馬糞があった今。あった、以前は他人と距離を縮めることが怖かったんだ。あー、まあ過去のトラウマから、ジェシカね、あの一件からトラウマになっちゃったんだよね。また自分のせいで傷つけてしまう気がして。でも、まあ、結論から言うと、バスティンビーバーがいなくても仲間は死ぬときは死んじゃうよ。だからバスティンビーバーが守れる命もあるんじゃない？しかし、だが悪魔化仕掛けて以来その考えが変わった気がする。ジェシカの件もね、あれバスティンビーバーが悪かったわけじゃないし、実際。そっか、俺はまだまだ弱い。だが、だからといって仲間を必ず傷つけるわけじゃない。そう、いいね。要は考え方よ。そうだな、むしろもっと強くなるためには仲間という存在が必要だと思う。おお、俺はまだまだ強くなる、こんなにいい仲間たちがいるからって。モンキー・ディ・バスティンだね、守りたい存在が俺をもっと強くしてくれる。あ、週刊少年バスティンやってるじゃん。そういう考え方に変わったんだ。いいじゃん週刊少年バスティン。はあ、なんか明るいヒーローになってきたねバスティンビーバー。素敵な考え方だね。ありがとう。綺麗な雪山だねここ。ありがとう。この雪山をバックに YouTube 撮りたいの。主様。だがこれに気づかせてくれたのは主様だと思う。グリーンバックの背景をさ、この雪山にして、雪山登ってますって CG 合成で登ってるふりするの。私が気づかせた？本当に感謝している。私はただただ
精神に潜入してプライバシーのないことをした。ただの、しがない。プライバシー侵害、ピーポーです。俺も仲間だと思ってくれる。あ、確かに。ふむ、それは。え？あ、そこは、認定してくれないんだ。あ、そう。へぇ。バスティン・ビーバー。あなた、仲間は、表面は傷つけてないかもしれないけど、心を傷つけてるよ。あ、仲間じゃないからいいか。ははははは。だってこっちのセリフだよ、うんは。もしかして思ってない？そうだな。主様は仲間というよりも、なんだろうな。何？仲間というより、お前は俺の一生の虜さん。もっと上の存在というか、何？会いたくて会いたくて震える君の背筋が止まらないの。自分でもよくわからないんだが。よくわからない？感想は頭で処理してから言いましょう。今私に言いましたからね。バスティンビーバーに言ってないよ。ああ、もっと大事な存在だ。え、私格上ってこと？もしかしてヒエラルキーの頂点にいるの？あなたの今のところジェシカと並んだと言っても過言ではない。ありがとう。俺はこれからチシェカって呼びなさい。俺は主様を守るためならもっと強くなれる。あ、私のために戦ってくれるの？バスティンビーバー、まあ心で救ったからね。私はもっともっと強い剣士になれる。あー、バスティンビーバー、なんかいいね。前向きに強くなるっていうのはものすごいいいと思う。頑張ったね、バスティン。ザザ、あ、いった。ヒヒンヒヒンヒヒン。アルジ様、アルジ様、熱々のスープをお届けに。あ、もらいましたよ、スープ。ワカサギ釣りでもしてろろの。もう、でも召し上がってるんですね。召し上がってるよ。一歩遅かったな。ロノ、俺が先に届けた。へぇー、てってれー、ドッキリ大成功。スープを持ってきたら、実は先にスープが届けられたドッキリ。そうだったのかよ、チェ。俺が先に渡そうと思ったのに、ロノ。仕方ないな。お手洗いに使わせてもらうよ。ありがとう、ロノ。ザ、ザ。走ってるの今。え、今、馬車の中？あの。あ、ヨーハンちゃんだ。どうも、悪魔羊の主。ロノさん、バスティンさん。私にさん付けはなしなんだ。主様じゃないの。うん。ヨーハン。ねえ。どうする？スープ欲しいよ。バスティンさん。先ほどはあまり話ができてませんでしたからね。確かにな。顔凍結してるよ。真っ白じゃん。ロノのスープかけてあげる？ユーハンちゃん。はい。3人が集まっているのを見て思わず来てしまいました。コミュ力すご。僕もいますよ。サッカー部のコミュ力。あらら？あなた喋る猫の。喋る猫、うん。喋る猫の、この世界に何匹かいるんだよね。大ボスがハローキティ。確か、ムーちゃんですよね。ああ、ムーもな。サンリオキャラクターだったら、ハローキティにパワハラを受けてたのかな。喋る猫はうちだけで十分だよ。存じ上げていますよ。へえ、ムーちゃんね。あれ、会ってなかった？この二人会ってなかったっけ？私の名前は東雲ユーハンと申します。ああ、再度ね、自己紹介したんだ。ムーちゃん、改めてよろしくお願いしますね。ムーちゃん、ムーちゃん、返事しなさい。名刺持ってるでしょ？はいはい、よろしくお願いします。ムーちゃんのムーちゃんの名刺は出来たての糞だよなあ、ユーハン。うん。あ、はい、何でしょう、バスティンさん。緊張のひととき。ふむ、その話し方、やはり違和感がある。違和感がある？どういうこと？違和感？え、全然気づかなかったけど、違和感って。おい。ユーハン、お前、なんだか雰囲気が変わってない。待って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 、偽物？え、怖いんだけど。そう言われると、え？ん？言われてみれば確かに、なんか前より落ち着いてるな。え？な、何これ？水星の魔女のエランじゃん。
初めて会った時は俺たちのこともくんづけで呼んでなかったけど。ユアンちゃん本物なんだ。そうでしたね。偽物どっち、養殖天然物どっち、本物。申し訳ございません。前回は初対面にもかかわらず失礼な態度を取ってしまい申し訳ありません。ほう、もう謝罪、あ、全員に今謝罪して回ってるのか。手土産の一つでも持ってこればいいのに。どうぞ、あなたの好きなジョヤの鐘です。うん。一人で皆さんと行動を共にするということもあり、ほい、警戒されずに皆さんと早く打ち解けられるよう。はい。普段の私より明るく気さくな人間を演じたので。気づかなかった、いつも通りに感じて。いやだ、もうあれか、確かにあんな積極的に話さなかったイメージもあるけど、微妙なニュアンス変えてくるな。サルディスケというだけで警戒されてしまいますから。あ、偽物じゃない、エランではなかった。なるほど、そうだったのか。へえ。確かにユハンとすぐ打ち解けられた気がするな。まあ確かにね、ユハンちゃんは比較的サルディスケの中では話しやすい方じゃない。それはお前に警戒心がないからだろ。ああ確かに、髪は尖ってるくせに相手への接し方は尖ってないんだ。俺は疑っていたかな。バスティンビーバーそうなんだ。だと喧嘩するな、もうこんなところで。雪なだれを送る。二人とも喧嘩をやめよう。ストップ。あ、アルジ様、はい、落ち着いてみんな、はい、もう出なさい、もう今から雪から出なさい今。アルジ様、ロナがすまない。バスティンビーバー、自分の過ちを全く反省する気もなければ気づいてもいない。これぞ男魂。本当に皆さんは仲が良くて羨ましいです。え、そうなの、ユーホンちゃん。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。これユーホンちゃんの眉毛が短ければ短くなるほどユーホンちゃんの寿命が短くなってるみたいな。だからもうユーホンちゃんは死期が迫ってるけど、それを羊たちが何とかして食い止めるんだよ。そしたらユーハンちゃんの眉毛が急にビヨーンって伸び始めて、全長30メートルまで伸びる。あの、それからもう今更かもしれませんが、何ですか？今後はロノさん、バスティンさんと呼ばせていただきますね。あ、戻すんだ。ロノさん、バスティンさん。私はあなた方を心から尊敬しております。え、ユーハンちゃんそうなんだね。へえ、まあ確かにあれじゃん、テディと同じ感じじゃん。別にそういうのは気にしねえけど、まあ好きに呼んでくれ。敬意を込めてね。礼儀を重んじるところは剣士として好感が持てる。バスティンビーバーでも敬語は使わない、不思議な人物だ。ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして。どうして僕はムーさんではなくムーちゃんなのでしょう。確かに剣士じゃないから。愛らしい見た目がムーちゃんっぽいですから。はあ、ユーハンちゃんは推しにはちゃん付けするタイプだ、おそらく。愛らしいって褒められちゃいました。推しなんだな、おそらく。猫カフェ、褒められたら OK なんだ。あ、そうです、忘れるといけませんね。何、忘れるといけませんねって。ロノさん、あのロノさん、こちらもう遅いかと思いますが。なんだろう、野球のグローブ、かっこ利き手じゃない方。地味な嫌がらせだよね、利き手じゃないグローブを渡されるって。そう言うとユーハンは小さな瓶を差し出した。小さな瓶ん、え、なんだこれ、何、食えよってこと。それは東の大地に伝わる塗り薬でございます。あ、違った、塗り薬。はい、傷の治りを早く傷跡が残るのを防ぐ効果があります。え、そうなんだ。え、ロノの鼻の中に塗ったら鼻の穴閉じるのかな。うん、
前回私たちの作戦のせいでロノさんは怪我をされていたので、あ、なるほど。ユーハン、そこまで、もう仲間じゃん。こやつは。よければお使いください。あ、え、これ無断で持ってきたのもしかして。あ、ありがとな、予想し。ってすげえ匂いだぞこれ。臭い。わさびじゃないの？違う？は、鼻が曲がりそうです。あ、そんなに？アラバスタ編のバットで鼻が複雑骨折するウソップみたいな。確かにすごい匂い。匂いは少し悪いですが、効き目は抜群ですよ。へえ、なるほどね。骨は折るが、そのドアを君の腕力で叩き潰せますよみたいな。ふむ、この匂い懐かしいな。懐かしい？なぜ？おばあちゃんの匂い？おや、ご存知なんですか、バスティンさん。誰の匂い？ああ。ああ、俺は東の大地出身だからな。東の大地出身？あ、バスティンビーバー確かだって東の大地で戦ってたよね、ジェシカと一緒に。あ、そうなんだね。この薬はよく怪我をした時に塗っていた。あ、じゃあさ、あのサルディスケのやつらは東の大地に住んでるから、だからさ、あれか、舞台に入ろうとしたのか。なるほどなるほど、そうなのですね。バスティンさんが東の大地出身だったとは。お、え、東の大地出身って言ってた？ごめん、私は忘れちゃったね、その辺。急に親近感が湧いてきました。あー、同郷ってね、確かに親近感湧くかもね。あの、ぜひ今度遊びにいらしてください。私の客人として招かせていただきます。これが全身空き缶をまとった羊なら同じこと言うかな。夕飯ちゃんは人は認めで判断できないっていうことを示してちゃんと同じように接してくれるのかな。ああ、ああ、わかった。美しい刀削麺をご馳走しますよ。東の大地って寒い土地なのかな。ラーメンで美味しいよね。刀削麺？え、何？あらら、ロノさんどうしたのですか。刀削麺ってあれだよね、確かなんか色がついてるやつだよね。違う？あのちょっと辛みのある感じのやつじゃなかった？そうだな、ロノは刀削麺が大好物なんだ。え、そうなんだ。え、塗り薬に唐辛子入れてあげればよかったのに。よかった。そうなんですか、これまた嬉しいですね。喜ぶと思うよ、ロノも。私とても美味しいお店を知っていますよ。へえ、刀削麺の美味しいお店、まああるっちゃありそうだけど。ではぜひロノさんも一緒に行きましょう。優しいじゃん、夕飯ちゃん。故郷は愛してるんだね。ああ、楽しみだぜ。刀削麺。俺は大盛りを食べるぞ。あ、バスティンビーバー、パンプアップをしてね、もっと大きくなりなさい。その後も3人は楽しそうに談笑を続けた。でさ、実はロノがさ、包丁で手を切っちゃった時あって、あの時はもう大絶叫してさ、それで大丈夫大丈夫、痛くない痛くないってノリでくっつけたら指がくっついたんだ。年代も近く話が合うようだ。あ、そうなんだ、同年代なんだね。まあ、確かにそうだよな。80代と10代が話し合うわけない。なんだか意気投合してますね。ねえ、仲良くなったみたい。いいね。ザザザ、あ、走ってる。どこ走ってるの今。あれ、ハウレスじゃん。フム、何？ハウレスさん。あ、ハウレスさんですね。ハウレス、ストレス、マジレス。主様、少し行ってみますか、主様。いや、行くのはいいけど、何話す、ハウレスと。気まずそうだけど、妹の話、いや、絶対にトーキングしない方がいいと思うんだけど。そうだね。刀削麺トークする。俺は話が盛り上がるロノたちから離れて。なんで？ハウレスの様子を見に行くことにした。今のバスティンビーバーのチームは、クラスの中で野球ボールを投げながら窓ガラス割るタイプのグループで、ハウレスは窓際の隅っこの最高列で一人はかなげにお弁当を食べてるイケメンポジだね。